はい、今からね、荷台の片付け、荷台の片付けをしてから、積み込み、中華にね、入りたいと思います。はい、ということでね、今回は、茨城県行き、ね、よく行く工程ですね。茨城県5日工程の旅に行っていきたいと思います。よし、とりあえず、荷台がね、散らかっています。今回もね、納品終わってから、荷台の片付けやってなかったので、荷台の片付けからのスタートとなります。よし、とりあえず片付けよう。今回積む荷物はフレコンですね。フレコンバッグで、フレコンや紙袋、こういったものを積むときは下敷きシートをね、敷かないといけないんで、今回もシートを敷いて準備してから積み込み入りたいと思います。とりあえずシートも敷こう。よし、とりあえず OK、 準備 OK で、今回ね、八方をね、大量に使います。緩衝材を大量に使います。今ね、後ろにだいたい40枚ぐらいかな、40枚から50枚の八方を積んでるんですけども、すでに今回はね、80枚以上八方がいりますんで、あとね、40枚ぐらい積み出してから積み地へ向かいたいと思います。疲れた。よし、準備完了ですね。準備完了。運行費も直して、行こう。よし、今からね、積み込みへ入りたいと思います。急ごう、午前中に積めるかも。いつ会社にバレるかな。
今ね、受付行ってきまして、今現在10時なんですけども、積み込みはお昼からになりそうですね。残念、台数が多いみたい。結構ね、午前中に詰めるんですけども、今回はお昼からですね。昼1、1時まであと3時間あるけど何しよっかな。なんか買ってくればよかったな、そしたら。ご飯食べてくればよかった。お腹空いたな。今回何も持ってきてらんから、積み込み終わった後にね、買い出し行こうと思うよったんで、何も買っとらん。どうしようか。柿ピーしかない、柿ピーしか。柿ピーはあとちょっとしかないもんな。お湯沸かして、お湯沸かしてなんか食べよっか。お腹すいたもんな。しょうがね、とりあえずね、あと3時間、3時間待機しておきたいと思います。はい、積み込み完了しました。積み込み完了してね、今から買い出しに行ってきたいと思います。今回ね、積み込み10時ぐらいに入ったんやけど、台数が多くって、昼1になっちゃいましたね。13時からの積み込みになって、今現在14時30分。14時に終わって、今移動かけて、14時30分。今ね、スーパーの方へ来ております。ここで買い出ししてからね、また出発したいと思います。ここね、ホームセンターもあるんで、ちょっと、ホームセンター行ってこようかな。ホームセンターちょっと買いたいものがあるからさ。ちょっと寄り道して、ね、ぼちぼち走りたいと思います。あ、会社にも連絡しとこう。ああ、やっと止まれた。奥屋のパーキング入れんやったですね。駐車枠変えとるんやろうか。あそこ駐車枠増やしてすごい止めにくくなったでしょう。奥屋のパーキング。駐車枠変えとるんかな。評判が相当悪かったんやろうな。止めたら出れないって事態が発生しますからね、あそこはね。よし、今からちょっとね、ここで30分休憩しまして、また走りたいと思います。今回ね、茨城県行きますんで、先はね、まだまだ長いんで、今日はね、もう少し運転します。先は長え。腰が痛い。ああ、腰が痛いわ。今日ね、シャワー。この先ね、シャワーがあるとこって言ったら、一番近いところで瀬戸かな。岡山県の瀬戸パーキングエリア。あそこまで行かないと、シャワー入れないんで、とりあえずね、行けるとこまで行く。で、瀬戸まで行けたら、瀬戸に泊まろう。で、瀬戸まで行かれんかったら、もうしょうがない。今日はシャワー抜きですね。まあ、仕方がない。とりあえず、着替えだけ着替えとこうかな。まだええか。よし、ここでちょっと、とりあえず30分休憩取りたいと思います。じゃがじゃん。カキカレー買ってきました。宮島カキカレー。こんなんがあるんですね。カキカレーってあるんですね。これどっかで食べよう。ねえ。温めたらええだけのやつ。レトルト。これ結構高いんですよ。600何円した。650円とか80円とか、それぐらいしましたよ。ねえ、これどっかで食べてみよう。よし、とりあえずね、ぼちぼち。30分休憩終わりますんで、またね、走りたいと思います。